大乱闘スマッシュブラザー、変わっちゃった変わっちゃったよ。みんなこれ何かわかる？土星さんです。俺ちっちゃい頃土星さん投げまくって遊んでたんだよな。特になんかギミックとかあるわけじゃないんですけど、戦場みたいなステージになってるから、まあ戦いやすいんじゃないかな。なにこれ？あ、ピンボール。すごい。ピンボールって皆さん知ってますか？この玉を下に落としちゃいけないんですけど、あ、いた。ああ、俺が玉となった、落ちる。全体見るとこんな感じになってます。この下のレバーが、ピンボールなんだよな。ボンバーマン。すごくね、これ。うまいね。爆弾のとこがさ、あの火が出てるとこすごいわかりやすい。うまい。ボブにこのファイヤーをやることによって爆発したりしないかな。これは草。え、この発想はないわ。型抜きでしょ、これ。型抜きっていうか、まあ、マリオのとこが型取られててさ。しかもこれなんか演奏してるんだよね、マリオが。これすごくない？どんなシーンかわかるんだよ。別にマリオが映ってるわけじゃない。ただマリオの部分をうまく型取って削ってるだけなんだけど、マリオが指揮者になって、音楽を演奏してるってのがわかるんだよ。今日のステージで、一番、MVP だと思います。さあ、ラスト、お、あ、あ、何これ。え、もうこれ動けないの？ちょっと、何これ。あ、出れそう。出れない。何この無慈悲なステージ。あ、死んだ。